はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん、グロック 18C。 まあね、あのカーボネートのストライカー 9S と、まあ、東京マルイのグロック 18C、 まあ、こっちは CO2 ガスブロでマガジンこんなになってますけどね。こっちは、一般的な HFC134A を使うガスブロなんでね、こういうマガジンですけど、ちょっとコメントもらってね、ストライカー 9S のスライド東京マルイのに使えるんですかみたいなコメントがちょろっとあったんで、じゃあちょっとはめてみようかなっていう動画です。はめてはまるんだったら打てるかなみたいなとこまでやっていこうっていうところでね、まあやっていきます。とりあえずセミオートポジションに入れてハンマーを起こしてね、通常分解していきますか。よしと、はい、こんな感じです。まあフレームばらして見た感じとてもそっくりですよね。各部なんか動きそうだな動きそうな気配がします。でスライドね、おお、まあホップの周りとか全然これいけるんじゃない、まあ、ノズルのでかさちょっと違うよね。ノズルのそのガス流入口のでかさは違うけどな、なんかいけそうな気がするな。とりあえずストライカー 9S のスライドをカーボネートのスライドを東京丸いのに、つってもこれフレームさ別にな、別なんだけどねもうフレーム社外のやつ、あ入らねえな。お入るぜ入るぜってほら入るし、うん、ああちゃんと動くね。フロートは、ああフロート厳しいかもしんないけど、なんか渋いけど動くね。動くかもしんないよやってみるね。ちょっと今 BB 弾入ってるんであれだけど、打てるかもしんないから打ってみよう。あーなるほどね、あーはいはいはい、わかりました。まあ完全には動かないか、ほら一発なんかギリで打てるかもしんないけど、こんな感じ。うん、ちょっと動くんだけど、ほらマガジンのノズルの当たりがもう全然なんでね、なんでうまく当たらないんで、そういうことです。うまくいけば1回ブローバックはするけど、 BB 弾を打ち出せるほどのガスを入れられるって感じじゃないのでね、うん、そんな感じです。バレルはねもう形状全然一緒だけど、アウターバレルがメタルなんでね、あ若干アウターバレルの外形が違うね。チャンバーはバレル一式はとてもそっくりだけど、アウターバレルの外形が違うんで、これごっそり丸いのに入れようとすると、まあ入るね、これ打てるんじゃない。アウターバレル一式を今東京丸いの方にこう入れたんだけど、これ打てそうだな。リコイルスプリングは東京丸いのを使ってみようか。よしと、これだと打てそうす。バレルだけ交換、うん、バレルだけ交換でどうなるかね。ほらこれが意外といけるんじゃない、うん、うん、バレルだけ交換だと多分打てるわ。まあ当然だよね、ノズルシリンダー一式は東京丸いのものだもんね。はい、こんな感じ。バレルは交換できるけど、アウターバレルを含めたバレルは交換できるけど、ブリッジ部分はあんまり、なんていうの、よいしょと、まあこうやってちゃんと並べるけど、バレル一式を入れ替えるのは全然できました。なんで、ここインナーバレル一式を東京マルイのやつ入れてとか打てると思いますよ。形状全部全く一緒なんで、なんでバレルごっそり入れ替えて打つっていうのは全然できました。まあ機密がどう取れるかとか、ホップのかかりとかちょっとわかんないけどね。
リコイルスプリングの強さうんぬも分かんないけど、ただこのブリーチ部分が変わると打てなかったよっていうところです。ただ若干そのスライドの中身違うんでね、で引っかかりもあったんであんまりやらない方がいいと思うけど、組み込めるは組み込める、ただあんまりちゃんと動かなかったね。ここのノズルが当たるガスの、吹き込み口の大きさが形状が違うんでちゃんと動きませんでしたけど、バレルを交換する分には問題なく打てる状態でしたというところです。こんな感じです。もうおしまいだよ。あ、そうそう、このねストライカー 9S にはこのゴム製のバッファーみたいなやつついてきますよね。バッファー、ここにこう取り付けるやつね。はい、組めました。まあスライドごっそり一応取り付けはできたんだけど動きませんよっていうところですね。でバレル一式交換する分には全然動きましたと、そんな感じです。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。打つべーし、打つべーし、打つべーし。もうガスなくなっちゃったけどね。なかなかかなり互換があるんだなというところです。